さあ皆さんこんにちは。ハートでつかめ英語の国語講師の大西ひろです。さあ、私たちはですね、今まで台本ということをずっとやってきたわけですね。台本というのはある状況でどんなそのフレーズが使われるのか、あるいはそのフレーズをどんな順番で出していくのか、そういうことが書いたそのもの、それが台本というわけですね。この台本をしっかりと頭の中に入れることによって英会話はですね、無意識に楽しく自由なものになってくるというわけなんですね。さあ今回はですね、助力を求める台本ということを学んでいくことになります。助力を求める台本、これはですね、例えばですね、いやー今ちょっと仕事で忙しくしてるからちょっと手貸してくれる、まあそうしたですね、相手にですね、その助けを求める、まあそうしたですね、場面というのは日常多々あるわけですよね。そしてこの、状況をですね、英語で台本化して頭の中に入れていただくという作業を行うわけです。そして、この台本はですね、特徴的にまず自分の事情、忙しいという事情を話して、それから手伝ってくださいよ、まあそんな風に進むのが、大変一般的だったりするわけですね。さあ、それをですね、皆さんは今回、しっかりと学ぶわけですが、どうしようかなこれ。Hi, Chris and Rosa, good timing! I'm putting up decorations for the Christmas party we're having. Right, that's great. Yeah, but, you know, I have a problem, you know. I have to prepare Christmas dinner by 6. Could you give me a hand? Of course, let us take care of it. そうだよ、飾り付けは得意だから任せてよ。 Oh, that will be great help. Okay. 僕あのこれから短期作んなきゃいけないから、じゃあまたね、バイバイ、バイバイ、 See you。 いやーなかなか良くないですか、クリス。これ大西先生が見たらきっと喜ぶじゃないですか。 Yeah, even if I do say so myself、ね、It's amazing。 はい、お待たせ。 Really artistic。 パンプキンパイも焼いていたから遅くなってごめんね。いや先生見て見て、じゃじゃん、タダーン。 What the hell is this? これは何なんですか？これは2ヶ月前のパーティーと勘違いをされてるんじゃないですか？もうみんな来ちゃうからどうしよう、こんなんで今。むしろこっちの方が全然良くないですか？そうなんですか？すごいよ、可愛いよ、これ。 Yeah, this is Halloween, ですね。いやもうとにかく早く食べたいの。そのためにここまで頑張ってきたの。なるほど、花より団子というわけですね。クリスマスツリーよりもクリスマスディナーというわけですね。さあそれでは今月もこの3人で一緒に頑張っていきましょう。じゃあね、バイバイ、バイバイ、見てね。